骨盤。ああ素晴らしい。ということで、小塚隆彦の体幹鍛えてレベルアップ、全6回にわたって常住プロと、はい、お届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。常住プロ、はい、体幹というのは、はい、ゴルフにとってどれくらい大切なものなんでしょうか。はい、よく体幹って、まあ巷でよく騒がれてますけど、はいはい、その体幹ってゴルフにスイングにとって前傾するじゃないですか。スイングって、はいはい、前傾してる状態でボールを打つっていうこと自体がもう難しいということなんですけど、体幹と言われてる、背骨をまたがる体幹筋ってあるんですけど、はい、まあ、その強さ弱さがすごく重要になってくるんですけど、はい、体幹が弱い方は上下動左右で誘発しますしっていうところで、スイングパフォーマンスがとっても大切なワードです。なるほど、はい、あっち行ったりこっち行ったりしちゃうから安定しにくいってことなんですね。そうですよね。まあ、ゴルフって全身運動なので、はい、そして捻転運動なのでその辺が強化でき、そして、ゴルフスイングに必要な筋肉の使い方と、まあ、トレーニングの仕方などなどを小塚さんとやっていければと思います。はいはい、それでは第1回目はルーティーンの重要性ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、ルーティーンということなんですけど、はい、プロ、ルーティーンの重要性というのは、はいはい、ルーティーンっていわゆるプレショットルーティーンという、ね、はい、言葉があるんですけど、まあ、いわゆる準備動作ですね。ボールを打つまでの準備動作、まあ簡単に言うとコース内ってこういう練習場ですと線があるじゃないですか、はい、こう四角の線だったり前の線だったりあるので、はい、なんとなく一球打つと、この線っていう頼りに肩のラインとか腰のラインっていうのをこう水平に合わせやすいんですけど、まあ、こういうものが一切ないので、確かにですね、ターゲットに対していかにスクエアに向けるかというところがポイントになってくるんですけど、その毎回例えば後ろからボールを見てどっち向いてるかっていう動作をスムーズにこなすというところを、うん、順立ててやってるアマチュアの人の方が少ないんですよね。演技とかでも一定の動作とか動きっていうのはまあ時間で決められてると思うんですけど、僕もスケートの時に、はい、絶対先生に背中ポンしてもらって出てったので、はい、まあ、だからそれがちょっと自信につながったりとかしました。なるほど、まあ、一定の動作っていうきっかけ作りっていうのはすごく重要だと思うんですけど、はい、ただアマチュアの皆さんは、はい、特に構えた時に腰が右向いてたり肩が左向いてたりしてしまう人が圧倒的に多いです。あ、なるほど、多いです。なのでまずは、まあ、小塚さんが思うこのスクエアというものを意識してちょっとやってみたいんですけど、はい、まずじゃあ今ドライバーをお持ちですけど、はい、マット通りでもいいので一回構えてみてください、はいはい、じゃあ、まあ、コースがあって、はい、まあ、まあ真ん中ら辺狙うっていうして、はいはい、からこういってでこういった感じかな。はい、これでいきます、はい、うん、ナイスショーですね。非常にリズムはいいです、やっぱり。はい、1回1回アベレージの、はい、アベレージゴルファーの皆さんって、はい、動きが動作が切れる方が多いんですよ。どういうことかというと後ろから見ます、はい、っていう1回1回こう素振りをしてもブンってただ素振りをしてるだけ でそれからまた見たりとか無駄な動きが結構多かったです。あ、でもやっちゃいます。すね、やっちゃいます。やっちゃいます。ますね、たまにやっちゃいます。なんか不安になってくるとそういう風になっちゃいます。はい、その無駄な動きっていうものが一定の流れには結びつかないんですよね。やっぱりこう一個一個動作が切れちゃうと一連の動作ではないのでミスショットにつながる可能性が高い。テレビで見かけますけど、はい、そのジャンプするタイミングってどういう感じでジャンプする、はい、歩数とか決めてるのかなとか思ったり個人的に思うんですけど、そう、曲に合わせたりとか音楽に合わせたりとか、はいはい、あとはまあリンクのサイズが決まってるので、あ、なるほど、もう歩数は決まっててちゃんと、はい、でそれで行ったりしますね、はいはい、なるほどですね、うんうんうん、まあ、そういう意味では、まあ、どんなスポーツでも言っては、まあ、小塚選手はフィギュア の、まあ、有名選手ですけど、ゴルフにもすごいそういう部分っていうのは絶対連動するはずなんですよ。だからまあ一連の動作でボールに打つまでを完結するっていうのはまず一つの大きなポイントあります、はいはい、あともう一つは、まあ、実際に、ボールを
打つ手で構えてみてください、はい、今どこをターゲットに狙ってます？そうですね、はい、大体、まあ、200の看板があるので、はい、そっちの方をこう狙おうかなと思って。なるほど、はい、ちょっと一回後ろから見てもらえますか？はい、はい、これですね、一応マット通りに立つと、はい、これが要はフットラインっていう位置で、はいはい、まあ、ももと下半身の向きですよね、はい、つま先のラインなんですけど、はい、それに対してこれがボールとターゲットを結ぶラインっていうのがターゲットラインと言います、はいはい、この線っていうのは、まあ、電車の線路ですよね、はいはい、線路をイメージしていけばもう何万キロ行っても交わることはないですよね、はい、だから後ろ側見た時にこのスタンスラインとターゲットラインっていうのが必ず平行になるっていうのが一番ポイントなんですよ。うん、今200の看板ってイメージされたじゃないですか、はいはい、実際どうですかこれボール飛んでくラインって。ボール飛んでくラインは200よりもちょっと右です。そうですね、250の看板の方イメージありますよね。ですね、ですよね、はい、なのでこのズレ5ヤードのズレが100ヤード先には、ね、はい、もう30ヤードになってたりするんで、あ、はい、このスクエアをイメージするという部分で、はいはい、実際にコアトレチェアという、はいはい、ものを使ってですね、はい、ちょっと強化というか、はい、イメージを、はい、意識づけをしていきたいと思います、はい、それではコアトレチェアの説明をしていきたいと思います。まずこのコアトレチェアの最大の特徴としまして、この V 字運動ですね、シートが V 字に動くことにより体幹筋に刺激が入ります。この体幹筋というものが主に、説明しますと背骨の周りをついている、多裂筋、そして骨盤底筋群、そして内臓に付着する横隔膜などなど、インナーマッスルですね、インナーマッスルを非常に強化することができるので、まあ、スイングに必要な軸ブレが、修正されるというか矯正されることになります。それと、まあ、シートがですね、このようにボタンを押しますとこう山形になりますので、座っているだけで、内転筋ですね、内転筋と、骨盤底筋群ですねが強化されますので、まあ、スイングの軸というのがブレにくい体作りというものが、まあ、可能となるということで、まあ、ゴルフに必要な筋肉がすべてこれ自体で、強化できるという優れものになっております。では実際に小塚さん、はい、コアトレチェアに座っていただいて、はい、まあ、ルーティーンの重要性というところで必要なものですね、はい、特に、体をスクエアに、目標方向に対してスクエアに構えるというものに対して、まあ、コアトレチェアを使ってどのように活用できるかというものをやっていきたいと思いますね、はいはい、まず、まあ、先ほど説明したように座ってるだけでこの V 字運動でもう体がこう少しこう揺さぶられるようなイメージが出てくると思うんですけど、で今骨盤がぎゅーっとこうシートが変形して締まってきてると思うんですけど、はい、実際に向こうにボールを打とうとした時にこの骨盤が固定されているので今正対している状態ですよね、はい、で一点を見つめて頭の高さ目線のブレっていうのが全くブレないようにっていうのが、まあ、最大の強化のポイントになるんですけど、ゴルフスイングって目線とか頭って結構ブレたりするんですけど、はい、で骨盤をロックすることによって、まあ、実際にアドレスした時に左向いたり右向いたりしづらいっていうイメージが出ると思うんですけど、ルーティンの中で、はい、どうですか、何を意識されてます？やっぱり、はい、まあね、ボールがあって、はい、でそれに対して どこにまず立つかっていうところから始まりますよね、はいはい、いかに明確に、ボールを落とすところに対してスクエアに立つかっていうものに対してはやはりこう今シートに座ってるだけで骨盤がロックされている状態で、はい、まあ、今のイメージで実際にちょっとグリップをしている状態で、はいはい、極端に前傾をしてみてください、はいはい、今すごく骨盤がロックされているので、はい、骨盤はもう正対されている状態です、うんうん、でそれに対してこの肩のラインですね、うん、両肩のラインっていうのがターゲットに対して右向いたり左向いたりしてはいけないので、はいはい、それをが、ま、そうですね、まっすぐまっすぐですね、うん、骨盤と肩のラインっていうのがしっかり
はい、スクエアに保つっていう意味では非常に有効活用とかですね、うん、意識しやすいポイントになるかなと思います。これでこうこっちに行って動いたりとかすると良くないってことですね、はいはい、そうですね。あのルーティンの中でもやっぱりバタバタしたりこう上下とか左右とかしない方がいいので、なるべく目線は一定の高さを保ちながら構えてっていうのが非常にあの軸ブレにもつながってくるので、その辺をちょっと意識してやるといいです。はい、でこれで少し強化をしていく上では速度も調整できますので、この速度を調整するとより体幹筋に負荷がかかってくるので、はい、その際に一点を見つめて目線、頭の高さをもう変えないというものがもう座ってるだけで強化できます、ね、はい、なんかやっぱりこうちょっと振り落とされるかもしれないっていう感じがあって、でそれで、はい、それをこう自分でキュッて止めなきゃいけないので、はい、それでこうなんかここの、まあ、お腹周りというか骨盤周りだったりとかそういったところギュッて力入りますね、はい、なかなかきっとゴルフのスイングとかしてても体幹って意識できないと思うんですよ、ね、やっぱり骨盤をロックされてると、はい、あのこの骨盤周りの筋肉っていうのは刺激されていくので自然に体幹筋が刺激が入って、ね、トレーニングされていくので、まあ、スクエアというのが実感できるかなと思いますね。実際にコースでやってみましょう。はい、それでは実際にコースでルーティーンを意識してショットしてみましょう。はい、はい、頑張ります。お願いします。お願いします。非常に良かったと思います、はい、手順としても良かったですし、はい、ボールへのこのルーティーンの仕方、コンタクトの仕方っていうのはすごい流れるようにできていたので、はい、非常にいいかなと思います、はい、実際この球筋だったりとか、はい、まあ、風の影響だったりとかいろいろ気にするところはあるんですけど、はい、頭の中で整理しながら、はい、あのボールを打つまでに準備動作なので何をどうすればいいのかというのを考えてアドレスに入るとよりいいですよ。はい、はい、とても良かったと思います。気づけてます。はい、乗ってる状態でかなりきついと思うんですけど、かなりこの左の肩甲骨の可動域っていうのは深くなってきます。うーん、はい。